Z の購入を考えている方のために Z の内装を紹介していきたいと思います。 Z のドアはここを開けると開きます。ただここの部分が壊れやすいので、できれば開ける際はここを持って開けた方がいいかと思います。 Z のドア部分ですが、ここは非常に塗装が脆いです。そのため一旦塗装を剥がして、こことこの部分塗り直しています。ハンドルは純正からモモの35回のウッドステアリングに変更しています。ここにスペーサーをかまして、ハンドルを少し手前に持ってきています。ミラーはモナコミラーに変更しています。少し変わった形で、表面は薄いブルーになっています。シフトノブはナルディのウッドノブに変更しています。メーターはタコメーターが大きく表示されていて、非常に見やすいレイアウトになっています。 Z 伝統の3連メーターには、電圧計、油圧計、いろんな情報を表示できるメーターが備わっています。ここのボタンを押すと表示の切り替えができます。Z のバイザーにはバニティミラーが備わっています。ミラーを開けるとライトもつくようになっています。ここのライトとこのルームランプは LED のものに交換しています。ルームランプの手前にはサングラスが入る収納場所が備わっています。次にオーディオ周りの紹介をしていきます。本来ここにはナビがついていました。しかし2005年式の純正ナビなので、非常に古く、地図としてあまり機能していませんでした。そのためナビは取り外して、今は代わりに住人たちが暮らしています。そしてこの部分には Bose サウンドのオーディオがついていました。しかしそれも古くて、音飛びがするようになったので、カロッツェリアの一番安いデッキに交換しました。これは CD などが入りませんが、音飛びもなく使えています。次に収納スペースの紹介をしていきます。 Z のドアにはここにドリンクホルダーがあります。運転席と助手席側にそれぞれ1つずつ備わっています。センターコンソールには蓋付きの小物入れがあります。中はこのようになっていて、仕切りが取り外しができます。ここに飲み物を置くと、シフト操作の時に邪魔になるので、少し使い勝手が悪いかなと思っています。ここの後ろにはさらに蓋付きの小物入れがあります。場所的に少し使い勝手が悪いです。このような感じですね。開けづらいかなと思います。また助手席の後ろには蓋付きのグローブボックスが備わっています。私は外しているのでこんな感じですけど、本当は蓋付きです。ここも少々使い勝手が悪いです。また本来はここに小物入れが備わっています。ただここも非常に使い勝手は悪いです。次にシートを紹介していきます。この Z はバージョン ST なので、革の電動シートが付いています。電動で前後にスライドと背もたれ角度が調整できます。電動なので素早くは動きませんが、微調整は得意です。背もたれがどれぐらい倒れるのかやってみます。倒れます。これで一番背もたれを倒した状態です。車中泊は少し厳しいかもしれませんが、仮眠程度なら十分に可能です。トランクを紹介します。
トランク周りの内装も外しているので少し雰囲気が違っていますが、だいたいこのような感じです。この大きなタワーバーがあるせいで荷物は見かけほどは乗りません。また高さがある荷物を乗せるとリアハッチが閉まらなくなるので少し荷物は積みづらいかなという感じです。しかし荷物が積めないスポーツカーもたくさんある中で Z はそこそこ荷物が入りますので、1泊2日のキャンプ程度なら十分こなすことができます。Z は収納が少ない